こんにちは。伝統工芸士の小岩井龍馬です。長野県上田市の伝統織物上田紬の作り手をします。今日はですね、展示会のお知らせです。東京の浅草にはんなりっていうね、呉服屋さんがあるんですけれども、そちらで4月の8日から4月の19日に春の新作発表会っていうね、展示会をされるそうなんですけれども、そこに上田紬をね、扱っていただけることになりました。よー、ぜひね、この機会にね、うちのね、上田紬の商品たくさんご覧いただきますんで、ぜひこの機会にね、ご覧いただければと思います。でですね、なんとその展示会期間中に4月の16金曜日17日土曜日の2日間、伝統工芸士龍馬が展示会場にお邪魔いたします。参上します。よーほ、はい、まあね、ぜひね、だから伝統工芸士龍馬に物申したいっていう方がいらっしゃいましたら、そちらの期間にね、16、17にお越しいただければというふうに思います。で、まあこのまあご時世ですから、予約制でね、時間区切って一組ずつご案内してくださるそうなんで、ご興味のある方はぜひはんなりさんにね、ご連絡いただいて、ご予約していただいて、それでお越しいただければというふうに思います。で、会場はですね、はんなりさんってお店は浅草のはんなり店というのがありまして、そちらは浅草の、浅草公会堂の向かい側ですね。浅草駅から徒歩5分ぐらいだったかな、そのぐらいで行くところなんですけども、で、展示会場ははんなりサロンって言って、本当に駅間近ですね。まあ、浅草の駅を出て1丁目の1番地1丁目かな、神谷バーっていうそういう有名なところがあるんですけど、そこのもう向かい側、本当に駅出てすぐみたいな感じで、そちらで展示会をしてくださるそうなんで、ビルの8階ですね、そこがはんなりサロンっていう、まあ、会社兼、まあ、展示会場みたいな形でありますんで、そのすごい景色がいいんですよ。ですんでね、そちらにお出かけいただければっていうふうに思います。それでですね、先日、まあ、3月の末かな、その展示会をやっていただけるっていうことでお邪魔してきたんですね。まあ、打ち合わせを兼ねて、その浅草のはんなりサロンと、まあ、あと浅草はんなり店さんに、まあ、その様子を YouTube でもね、撮らせていただいてきたので、またそれもお店の紹介も YouTube でアップしますんで、ぜひそちらもご覧いただければっていうふうに思います。はんなりサロンが展示会場ですね。で、浅草はんなり店の方は常設でお店で販売されてますんで、まあ、どちらもご覧いただければっていうふうに思います。ということで、今日はですね、展示会のお知らせをさせていただきました。まあ、今年はね、こういう、まあ、ご時世でね、まあ、なかなかまだ落ち着かない感じなので、正直、まあ、自発的に展示会をするっていうことはちょっと今年も控えようかなっていうふうに思ってますんで、ですんで、まあ、こうやってね、呼んでいただけて、それで展示会をさせていただく、まあ、すごいレアですんで、伝統工芸士が龍馬が、まあ、東京に行って、展示会場で商品のご説明とかね、いろいろとお話しできる機会っていうのは今年は本当にまあレアですんで、ぜひこの機会にお越しいただいて、まあ、上田紬もね、4月8日から19日上田紬を扱っていただけて、いろいろご覧いただけますんで、上田紬もたくさんご覧いただけるいい機会ですから、ぜひ浅草はんなりの、展示会にお越しいただければというふうに思います。というわけで、今日は展示会の、お知らせをさせていただきました。以上、伝統工芸士小岩井龍馬でした。展示会場で僕と握手、握手はダメだな、グータッチ。